皆さんはじめまして、株式会社小杉湯の関根恵理子と申します。まずはじめに簡単に私の自己紹介をさせてください。私は3年前までペイミーというスタートアップでフィンテックの事業を経営していました。ただどうしても人生をかけて銭湯を経営したいという思いから独立をし、浅草の銭湯でアルバイトをしながら東京中の銭湯を巡り、営業先はありませんかととにかく探していました。そんな活動を見つけてくれたのが小杉湯で、そこから経営としてご一緒になり、今日ここに立たせていただいているという経緯です。私が働いている小杉湯という銭湯は平松家が3代にわたって経営をし、今年で91年目になる老舗の銭湯です。昔ながらの神社仏閣のような宮造りの建物が特徴で、脱衣所は開放的な高い天井、この天井には薬杉が使われていて、一度壊してしまったらもう再現することはできません。そして浴室は富士山絵、白いタイルが小杉湯のトレードマークです。そして名物は毎日入れるミルク風呂、そして熱湯と地下水をかけ流しにした水風呂を交互に入る温冷交互浴の聖地と呼ばれることもあります。小杉湯はありがたいことに、東京の銭湯が1日あたり144人のところ、平日は400から500人、土日祝日は多い日で1000人ものお客様に来ていただける銭湯となりました。この数年のこの成長のど真ん中にいたのが3代目の平松雄介です。8年前3代目に継承され、社用産業である銭湯にどうすれば多くの方が関わっていただけるか、そう考え銭湯という環境を開き、多くの若者を中心に若者自身が企画をできる環境を作りました。例えば休日の浴室を使った音楽ライブだったり、小杉湯のお客さんが中心となって企画をするお風呂企画、そして看護師のみんなが番台番頭として働いたり、銭湯を一つのケアの場所として健康ラボという組織を立ち上げることもありました。気づけば数えきれないほどの企画が生まれ、その過程で多くの生産者さんの皆さん、そして企業の皆さんとご一緒をし、それを多くのメディアが取り上げていただけるまでになりました。私たちはこうした多くのつながりがある一方で、よく分かったことがあります。それはこれだけ注目をいただいて成長しても、小杉湯はこのままでは絶対に続けられないということです。銭湯には2種類あります。一つは私たちのような町の銭湯が持つ認可、一般公衆浴場という銭湯です。この銭湯は料金が統制されていて、都道府県ごとに上限額が決まっています。今東京都では520円になっています。一方でスーパー銭湯だったりとかサウナに特化した施設は、その他公衆浴場と呼ばれる認可で、こちらの価格は自由です。もちろん町の銭湯として物価が統制されている以上、固定資産税、水道代の減免であったりとか補助金、助成金といった優遇はあります。ただこうした古い建物を維持し続けて、その中で売上収支を成り立たせるには厳しいというのが実情です。そうした中で多くの銭湯がビル型にして、銭湯だけでなく2階以上の上で家賃収入を得るモデルであったりとか、サウナの料金は自由なのでサウナを広くして顧客単価を上げていく、大体どちらかを取ることが多いです。ただ私たちはお伝えした通り、宮造りの銭湯です。そしてサウナはありません。なので物販であったり多くの企業さんとの取り組みの中で、どうにか収支を合わせられないかと必死に頑張ってきました。ただそんな頑張りではどうしても乗り越えられない壁があります。それは銭湯は20年に1回業界用語で中部新と呼ばれる大規模な修繕を行う必要があります。水を扱う業種なのでどうしても湿気が多く、20年に1回は大規模に修繕を入れなければいけないというのが銭湯の実態です。小杉湯の場合は最低2億半年以上の休業を要します。ただ現時点でその金額を借り入れできる見込みも、半年の休業ができる見込みも一切立っていません。ただ私たちはどうしてもこの建物で続けていきたいというのが思いです。これだけ維持するのも難しく、先ほどの生き残る2つの選択肢も取れないのですが、それでもこの建物で続けていきたいというのがこだわりです。この小杉湯の建物には多くの人の思い出と歴史が詰まっています。ただその思いだけではどうしようもないです。じゃあどうすればいいのか、一つ答えを出しました。
それは町の銭湯という文化に経済的評価がつく社会を作ることです。具体的なお話をします。今年の4月、東京の神宮前交差点に東急不動産が東急プラザ原門という新たな商業施設を開業します。この地下1階に小杉湯原宿という2号店目を開業することに決めました。この銭湯は町の銭湯である一般公衆浴場から離れ、その他公衆浴場として事業として町の銭湯を作り、そこに民間企業の経済的評価が作るモデルを作るというのが私たちの目標です。そこに一番最初に評価をしてくださったのが東急不動産でした。実は銭湯の経営者の多くは民間の地主です。なので銭湯を辞めるとなれば選択肢は2つで、ディベロッパーに土地を売却するか、そのまま解体してマンションを建てるかです。この2つが特に東京では選ばれる、当たり前ですが経済合理的な判断だと思います。だからこそ私たちはディベロッパー、行政、民間の地主がこの銭湯の文化を評価する社会を作らなければ、このまま銭湯は減りゆく一方だと考えていました。この小杉湯原宿はまさにディベロッパーである東急不動産が銭湯という文化を評価してくれた一つ目の事例になったと考えています。私が小杉湯と原宿を通じて成し遂げたいことは2つです。1つ目はより多くの人に銭湯を身近に感じてもらうこと、2つ目は小杉湯原宿を100年続く事業としての銭湯モデルとして構築することです。この高円寺の建物、歴史を守りながら原宿のど真ん中で町の銭湯の価値を届け、経済的評価がつく社会を作っていきます。小さな銭湯の大きすぎる挑戦を応援いただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。